イヴァン・ニキーチンによる、肖像画、1720年代。ガブリール・ルイバノビチ・ゴロフキン・伯爵は、ロシアツアーリ国及び、ロシア帝国の政治家、外交官。1677年、サレービチのピョートルの宮廷に入り、ピョートルの母ナタリア・ナルイシキナとの縁護を作った。ピョートル一世の姉ソフィア・アレクセイエブナの殺生期では、ピョートル一世を保護した。 ピョートル一世が外国を歴有した時も同伴し、ピョートル一世が立ち寄って働いたザ・アンダムで一緒に働いた。1706年、ヒョードル・アレクセイエビチ・ゴロビンの後を継いで外交を主導した。1709年には、ポルタバーの戦いの戦場で最初に任命され、以降25年間最初の座に泊まった。1707年に神聖ローマ帝国の伯爵に助され、 1710年にロシアの伯爵に除された。エカチェリーナ一世の治世では最高数密院の一員に任命され、エカチェリーナ一世の遺言で、ピョートル二世が次期皇帝に指名された時はゴロフキンが同時に後見人に指名された。ピョートル二世が1730年に死去すると、クールラント女、コウアンナを支持して、ドルゴルーコフ家やゴリチン家に反対。 ロシアを立憲君主制にする条件が失敗する原因となった。アンナの知性では初代内閣の一員だったが、その影響力はアンドレイ・オステルマンやブルクハルト、クリストフ・フォン・ミュン・ニヒより小さかった。ブリタニカ百科事典第11版によると、外国語について無知だったため外国の大臣との交流が困難を極めたという、ありがとうございます。